こんにちは、こんばんは、おはようございます。ピコジローです。速報ですね。速報で、皆さんね、台風16号はい、今日本、各地来てるんですけども、大変な情報が入りましたね。まあ、ご存知の方もいると思うんですけどね、大型台風とも言われております。今年のね、はい、千葉とですね、なんとこれ茨城などですね、約1万件が今のところ停電してるということなんですよ。台風16号の影響で。いやー、すごいですね、これね。はい。まあ、私、埼玉なんでね、まあ、なお少しは逃れたんですけども、これ、千葉とね、茨城の方、本当に大変ですね。まあ、これちょっとね、はい。何個か、まあ、いくつかの記事に載ってたんですけども、東京電力によるとですね、はい。10月1日ですね。はい、10月の1日なんですけども、午後4時半現在ですね、千葉県、そして茨城県、そして静岡県の3県でですね、合わせておよそ1万件がですね、はい、停電しているということなんですよ。すごい数ですね。やはり影響が、風速ね、50メートルとも60メートルとも言われてますからね。電柱とかがね、投げ倒されたと、各地でそういうことも言われております。まあ、雷はね、少なかったんですけどもね。はい、雨風とですね、この、はい、すごい風が、もう暴風がですね、電柱をね、そしてはい、あちこちでですね、浸水とかが、なってるみたいですね。浸水が、はい、お気をつけください。そしてですね、河川のね、はい、まあ、氾濫とかですね。そして、はい、いろいろありますのでね。で、ちょっとですね、詳細さらに言いますとね、東京電力はですね、これ停電がね、これ復旧、した際にですね、まあ、通電による電化製品などのね、漏電やですね、これ、火災の恐れがあるのでね、ブレーカーのね、つまみを下げるよう注意してますね。一度ですね、これ停電したらですね、皆さんもご存知だと思いますけど、ブレーカーをですね、一回下げてください。はい。それからですね、電気、もともと、ついてたものをですね、一回切っていただいて、それで一度ブレーカーを上げてね、はい。それでまた電気をつけるということですね。そうじゃないとですね、いきなりブレーカーを、下げないでですね、電気を、ね、つけちゃうとですね、はい。これ、なんかね、やっぱりいろいろ危ないみたいなんですね。はい。まあ、はい。まあ、こういったね、火災の原因になるということなんですよ。漏電やね、火災の原因に。だから一回ブレーカーをですね、つまみを下げるということですね。はい。そのままね、停電になった方いると思うんですけど、一回ですね、ブレーカーを下げてください。はい。そしてね、それで上げるということでね。はい。そういった、はい。ことも大事だということですね。私もね、あんまり意外とやらなかったんですけどね。私も停電、2019年のね、台風19号の時はですね、停電になりましたね。はい。すごかったんですけどね。そして河川のね、増水、氾濫なのでね、お気をつけくださいということなんですね。で、これですね、ちょっといろんなね、方からこれ、ツイッター見たんですけども、まあ、神奈川県のですね、これ、海沿いですがね、これ、千葉県とかですね、全然これね、はい、水が増水してるということでね、海とかもね、近づかないでくださいね、川とか海とか、はい。そして山ですね、土砂崩れとかね、これ、起こりやすくなっておりますので、なるべくですね、これ、特に静岡県の方ね、そして千葉県の方、はい、神奈川県もそうですけどね、で、茨城県もですね、これね、停電、まあ、この、はい、このね、海沿いがね、結構ね、停電になっております。うん、特にね、千葉県の方とね、茨城県、停電がね、すごいらしいです。全部でね、まあ、静岡、茨城、そしてね、千葉合わせてね、全部で1万戸以上のですね、はい、1万件以上の、これ、今、停電になってるということでね。まあ、それぞれね、少しずつ、電力会社が、これね、コメントしてますけども、復旧はね、随時行っていくので、皆さん、慌てずにですね、はい。ブレーカーを一回下げていただいてね。そして上げてくださいということなんですね。まあこれね、一回ですね、ブレーカーを下げないとですね、電気がそのままね、まあ通電してしまうので、火事になる恐れがあるということなんですよね。はい。まあ近年ですね、これ台風被害が目立ちますよね。うん。まあそれというのもですね、やっぱり地球温暖化と言われております。はい。そしてね、まあ10年以内にですね、まあ地球が住めなくなるんじゃないかと。うん、地球温暖化でね。
はい。まあ、あとはですね、まあ、ちょっとこれはあまり、まあ、本当かどうかは分かりませんけど、ポールシフトっていうね、はい。まあ、地球がですね、再生されるんじゃないかということでね、はい。まあ、軸がずれるというね、まあ、そういったことも言われておりますからね。まあ、問題はですね、これ、復旧がね、いつになるかってことなんですよね。まだですね、復旧してないところがあるみたいですね。はい。まあ、なるべくですね、とにかく、河川の近く、ね、川の近く、河川敷の近くですね。そして、海の近くですね。そして、山の近くには、くれぐれもですね、皆さん、行かないようにということですね。まあ、様子見に行ってですね、そして、あ、もう一つあるんですよ。用水路。ね、これよくね、用水路っていうのは、意外とですね、いつもは普通に流れてるんですけど、ちょろ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 。ところがですね、これね、一変するらしいんですよね、これね、台風とか。もうすごい増水でね、よくね、用水路見に行ったりですね、川見に行った方がですね、帰ってこないということで、探しに行ったらですね、いつの間にか流されていてですね、遺体で発見されるというね、そういった出来事も多々ありますからね。はい。まあ、特に農業をやってる方は心配だと思うんですけどね、農作物が。ただですね、近寄らないでくださいということなんですよ。はい。私もね、結構ね、昔、農業のね、手伝いしたことありましてね、静岡の方でね、まあ、その時もですね、本当にいきなりね、その増水するんですよね。そして川だけじゃなくて用水路なんですよ。用水路もね、いきなりね、洪水みたいに流れてくるんですよね。あれはね、ほんと怖いですよ。うん。やはりね、そう、上流でですね、水が一気にね、溜まってね、そして、一気に流れてくるんですね。そして下流へと行くので、特に子供さんとかね、おられるご家庭はですね、お気をつけください。なるべくですね、子供さんをね、外に出さないようにということで、特に河川敷、ね、そして山、ね、川はもちろんですけど、あとは用水路なんですよね。これ意外とね、皆さん、あとはですね、今、千葉県とかですね、静岡県、そして茨城県でですね、各地で、増水して、はい、水没してるところもありますから、住宅で。はい、くれぐれもですね、お気をつけください。もう濁った水でですね、下見えないですから、まあね、普段歩いてる道でもですね、用水路に落ちたりですね、どうなるかわかりませんのでね、はい、まあ警察の指示に従う、そして市役所に連絡する、はい、まあそういった感じでですね、本当に特にね、子供さんとかお年寄りがいる家庭とかですね、お気をつけくださいということなんですよね。はい。いやー、今回の台風もすごかったですね。まあ、今年で最大級と言われておりますね。うん、2019年の時もね、すごかったんですけどね。はい、2021年最大級と言われておりますからね。まあ、土砂崩れが怖いんですよ。そしてね、皆さんもご存知だと思いますけど、今ですね、はい、熱海のね、はい、土砂崩れありましたよね。まあ、あれは土砂崩れですね。人災とも言われております。まあ、はっきりとはね、言えないんですけども、まあね、太陽光パネルを設置したことによってですね、ひょっとしたらそれが原因で、まあ、森林伐採が、あと原因でですね、一気に水がね、土砂が崩れていた、いったんじゃないかとも言われております。で、今ね、訴えられて裁判にもなっておりますよね。なのでね、そういう箇所っていうのは、日本各地にありますからね、油断せずにそういう箇所を、知ってる方はですね、特に太陽光パネルがね、ついてるところとか、あと、ね、森林伐採してるところなんか、特に土砂崩れがね、多くなってますから、お気をつけください。はい。それではですね、また最新情報、ためになる情報もね、発信していきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなど、お願いします。はい、ツイッター、インスタグラムもね、フォローしていただければ 100% フォロー返しますのでよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。